第1問。近頃、なんか、変だよ。で、おなじみの CM といえば？正解は、B のヘンダーランドです。ヘンダ、ヘンダよ、ヘンダーランド。この歌めっちゃいいよね。第2問。アクション仮面がハイグレ魔王に奪われたものは？正解は、B のアクションストーンです。この玉っころがあれば、次元を移動することができます。第3問。栄光の焼肉ロードでは、春日部防衛隊がしんのすけを裏切ります。裏切りの主犯は誰でしょう？正解は C の佐藤正夫が主犯です。裏切りおにぎりの裏切りにはご注意ください。第4問。グレシン映画のヒロイン総選挙で1位になった。こちらの少女の名前は？正解は D の椿ちゃんです。椿ちゃんぺ。したい。第5問。トッペマの歌より、私はトッペマあなたの。この続きは？正解は C のしもべです。こんな使える人形が役に立たなかったら、大体の人間うんこだよね。第6問。暗黒たまたま大追跡に登場する女性刑事の名前は？正解は A の東松山米です。銃が全く当たらない警察官です。第7問。みんなのトラウマになった鶏肉丸飲みシーン。これは、誰の偽物がしたこと？正解は B の風間くんのままです。あまりの怖さにこのシーンは、地上波の放送ではカットされています。第8問。栄光の焼肉ロードで、野原一家が目指したゴールはどこ？正解は D の熱海です。ちなみに、春日部から熱海までの距離は、およそ130キロです。第9問。踊れアミーゴの、敵のボスの名前は？正解は B のアミーゴ鈴木です。正体は、女装していたただのおっさんでした。第10問。この人物が所属している組織は？正解は D のうんちです。ちなみに、うんちの長官は、怒り言動のパロディキャラクターです。うっそ。第11問。ハイグレ魔王の部下で、冷酷非情なホモといえば？正解は D のティーバック男爵です。ティーバック男爵同様、彼らも自称男爵です。第12問。しんのすけが魔人にした願いは？正解は D の小宮悦子のサインです。小宮さんの出演していたニュースステーションは、クレヨンしんちゃんと同じテレビ朝日で放送されていました。第13問。栄光の焼肉ロードでの、野原みさえの罪状は？正解は B の年齢詐称です。A の結婚詐欺は、ひまわり、B の異物陳列罪は、ひろし、C の幼児変態罪はしんのすけの罪状になります。第14問。玉読み族の頭領の名前は？正解は B の玉王中村です。おそらく、中村玉王さんがモチーフになっています。第15問。マカオとジョマとしたトランプを使った勝負とは？正解は D のババ抜きです。しんのすけがジョーカーを持った状態で終わってしまい、ババ抜きは、野原家が負けてしまいます。第16問。コードネームお色気は、バツイチ子持ちだが、離婚をした理由は何？
正解は D の夫の浮気です。浮気ダメ絶対。第17問、敗北を認めた剣が、しんのすけに言ったセリフは？正解は B の坊主、お前の未来、返すぞです。日常での勝負ごとで、誰かに負けた時には、ぜひ、この言葉を吐き捨ててみましょう。第18問、大人帝国にて、バスを最後に運転したのは誰？正解は D の城です。もう、犬の範疇だいぶ超えてますね。第19問、ドクター赤まみれの愛人である、フロイラン・カオルの年齢は？正解は C の32歳です。厚化粧で風呂嫌い、臭そう。第20問、ブリブリ3分ポッキリ大進撃の最後の敵は？正解は D の偽しんのすけマンです。ウルトラマンのザラブ星人がモデルらしいです。第21問、うんこくさいの野望で登場する吹雪丸の年齢は？正解は C の15歳です。アニメの15歳は、結構何でもできちゃうもんですね。第22問、ひなげしか劇団所属の、緑の衣装の少女の名前は？正解は D のクララです。赤い衣装の少女がウララ、黄色の衣装の少女がサララ、ウンテに潜入していたスパイがタンポポです。第23問、スイートボーイズ幹部の天城、彼女のパンツの色は？正解は D のベージュです。しんのすけに、おばさんパンツとたびたびいじられます。第24問、あっぱれ戦国大合戦の敵軍の武将といえば？正解は D の大倉高虎です。最後は、しんのすけの金敵で倒されます。第25問、すんのけし王子の護衛のルル、彼女の師匠は？正解は D のカンガルーです。カンガルーの師匠の下で修行して、剣法の達人になりました。第26問、30世紀の未来からやってきた、タイムパトロールの、女性の名前は？正解は C のリングスノーストームです。リングスノーストームという名前は、吹雪丸を英語に直訳したものになっており、吹雪丸の子孫であることがほのめかされています。第27問、ワニがいる川を見つけた春日部防衛隊、みんなが水を飲んでいる間に、おとりとなったのは誰？正解は D のマサオくんです。マサオくんの判決フラダンスが見れます。第28問、年齢が一番高いキャラクターを答えよ。A、おこま夫人。B、いじりまたべよしとし。C、アンジェラ大梅。D、キラーフィンガー城。正解は C のアンジェラ大梅です。A のおこま夫人は38歳、B のいじりまたべよしとしは30歳、C のアンジェラ大梅は41歳、D のキラーフィンガー城は29歳です。第29問、臼井義人が本人役で登場していない作品は？正解は D の嵐を呼ぶジャングルです。しれっと登場している映画も中にはあります。第30問、クレシン映画には、嵐を呼ぶ霊で始まるタイトルの映画が多いですが、このタイトルが付けられる理由は何か？正解は、験担ぎの意味で付けられているようです。
劇場作品の興行収入が1作目の 22.2 億円をピークに年々落ち込み、7作目の温泉ワクワク大決戦ではつい20億円のラインを下回る、9億円になってしまいました。ところが、翌年の作品に嵐を呼ぶジャングルとタイトルにつけたところ11億円に盛り返し、それ以降源を担いで嵐を呼ぶを多く使うようになりました。いかがだったでしょうか？今回はクレヨンしんちゃんの映画の前半15作品をクイズにしてみました。ぜひ、クイズの正解数や感想などをコメントでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。